稲荷神社は、岡山県倉敷市茶屋町に鎮座する神社。茶屋町稲荷神社とも表記される。もともと、倉敷市茶屋町一帯は、完全に海域で、日々の穴海と呼ばれており、近世に徐々に干拓されていき陸地化した。宝永四年、一連の干拓が完成すると、境川と呼ばれる川より北側を、林島沖に行った村、南側を、帯江沖に行った村とした。 おびえおきに行った村の海村も、宇治神勘定の議論が起きた際、領主、戸川公より、現在の神社鎮座地が寄進された。この土地の四方に堀を掘り、その際の土を使い土地の地上げを行った。そこから、寄進地を南北に二分し、北側二端を境内地、南側三端を新宣伝とした。その宇治神には、林間村、城山正一くらい、 稲荷大名神の御分霊が誕生された。教法18年に本殿が完成した。造営の際は、村内在住の大工のみでは、人手が足らず、当時有名であった主枠から大工を招いた。本殿造営の翌年である教法19年6月、京都の伏見稲荷神社の御分霊を誕生した。神社では、これをもって、稲荷神社鎮座の年としている。その後の安永3年、 本殿を境内東南に移築し、旧本殿跡地に再び本殿を造営した。東南に移築された旧本殿は、拙者、後人者の社殿として、現在に至っている。江戸時代は、法輪寺の装飾管理下にあったが、明治5年の神仏分離令に伴い、社名を現社名である稲荷神社に改称し、五祭神を見柱とした。その際、正一くらい、 稲荷大明神のご神体は、町内のコンピラ大門源に移された。大正3年9月24日には、神仙平白陵とも神社に指定された。ありがとうございます。